おはよう。あ、ルミおはよう。私、大瀬ルミ。ダイセルに入社して3年目。会社のこともいろいろ分かってきたなって思ってた頃、ある日、不思議な体験をしたんです。あ、いけない。あれ、え、ここどこ？20世紀の初め、日本の経済は軽工業を中心にどんどん活発になっていました。けれど、セルロイドにおいては急激にメーカーが増えたことによって、価格の競争や品質の低下が問題になります。このままではダメだと、無駄な競争を避けるために、1919年9月、前向きな業界再編のために大日本セルロイドが創立されます。争っている場合じゃない。信頼されるものづくりのために、みんなで協力しよう。よし、頑張ろう。助け合いだ。協力しよう。みんなが協力することで高まる団結力。戦後の不況を乗り越え、セルロイド産業が発展していく時代だったのです。1937年、日本は世界一の生産量でセルロイドの輸出大国となりました。ダイセルは加工メーカーと一緒に考えたり作ったりすることで、国内産業の発展に貢献していきます。けれど、1958年頃、業績は決していいとは言えませんでした。なんとか新しい分野に進出して、この状況を変えなければいけません。そんな時、いよいよ石油化学の需要が高まり、合成繊維や合成樹脂などが求められたのです。他の会社と連携しながら、石油化学の新しい波に乗り遅れないようにしないと。ダイセルさん、うちがエチレンからアルデヒドを作りますから、ぜひ一緒にやりましょう。でしたら、それを原料に我々が酢酸を作ります。よろしくお願いします。え、新しいことが始まるの？時代の流れもあって、石油化学事業の新会社、大日本化成の設立を目指すことになりました。そして、工場の建設地は輸送に便利な広島の大竹市で決定します。新会社を立ち上げるんだから、責任も増えて毎日夢を見るよ。新しいことをみんなでやるのに何か言葉が欲しいな。一番大切なスピリッツってなんだ？一蓮托生はどうだ？いや、英語でオン・ザ・セイム・ボートはどうだ？オン・ザ・セイム・ボート、いいですね。いいね、オン・ザ・セイム・ボート、いいですね。ここにもスピリッツが記されました。新工場の基礎を作ったのは、間違いなく入社したての若者たちでした。けれど、経験の少ない彼らだけでは成功することは難しかったのです。そんな時に、酢酸をすでに作っていた新井工場の行為によって実習を受けさせてもらいました。いや、そうじゃない。ここはこうするんだ。はい、先生、わかりました。よし、いいぞ、続けよう。しまった、水が混ざった。再蒸留しないとダメだ。油断は禁物だぞ。先生の教えを思い出しましょう。そうだな、教えてもらった通りにもう一度頑張ろう。とても大変な研修でしたが、新井工場での指導のおかげで、なんとか乗り切ることができました。研修大変でしたね。おい、見てみろよ、事務所がボロ小屋みたいだぞ。本当だ。でもそんなの関係ない、楽しくやっていこう。うわ、中は活気があってすごいですよ。私たちもここで頑張りましょう。
そんなある日、大竹に雪が降り積もります。はあ、こんな真冬の雪の中でもか。作業を開始したくてもこの凍り具合じゃ、設備も凍ってる。いや、すぐにスチームで溶かそう。え、さっきスチームで溶かした配管がまた凍結している。俺たちで何とかしよう。プラント運転を引っ張るのは俺たちだぞ。そうだな。よし、じゃあ取り掛かろう。いよいよ製造がスタートします。アルデヒドと酸素は問題ない。もちろん過酢酸による爆発にも注意している。よし、バルブをあと少し開けよう。仕上げに入るぞ。はい、あと少しです。やりましたね。1962年、プラントの建設や工場の管理、価格交渉まで彼らだけで、なんと酢酸プラントの立ち上げを成功させたのです。酢酸反応、流出に成功せり、本日天気晴朗なり。よし、よくやってくれた。トラブルもたくさんあったみたいだけど、よく頑張ってくれた。皆さんのおかげで成功しましたね。ようやくスタート地点に来たな。よし、これからも頑張ろう。製造が開始されると営業活動も本格的になりましたけれど、一からの人間関係の難しさや事務処理に時間が取られ、なかなか思うように営業活動ができません。その上、価格などで販売の難しさを思い知らされたのです。はあ、ここもダメか。おい、何言ってんだ。体制はできたんだ。あとは俺たちが頑張って売るだけだ。さあ、一緒にやろう。そうだな、よし、やってやろう。営業の努力もあって、取引をしてくれる会社が見つかりました。品質で選んでくれたことに本当に感謝です。先ほどお客様から電話があり、今すぐ来てくれと。私が行ってきてもよろしいでしょうか。大丈夫だ。カタログ持ってすぐに行ってこい。わかりました、行ってきます。本当にありがとうございます。いえ、こちらこそ。これからもお互い協力していきましょう。ぜひよろしくお願いします。新しい事業を始めるには、自分たちだけでは不安がいっぱいでした。だけど、ここまで歩んでくることができたのです。無我夢中でどんなことにでも向かっていった若者たち。大きな壁を乗り越えることができたり、辛い中でも明るく楽しく元気にできました。それはいろんな方々の協力があったからこそ、やり遂げることができたのです。聞きました？うん、このチームは解散で寂しいけど、次も始まるしな。よし、次も俺たちが歴史を作っていこう。赤字続きだったけど、ようやく黒字にできたし、製品も増やすことができたんだ。自信を持とう。それから…お、かかったぞ。メバルだ、早く引け。え、本当だ、うっさい。おい、聞いてるのか。大事な話の途中で本当にお前らは腹も減ったし、今からいつもの店に持っていくか。目まぐるしくいろんなことが変わった高度経済成長期。事業の転換を機に、設立から7年という短い期間でしたが、大日本化成の幕は閉じることになります。酢酸の製造は大竹から姫路へと移りましたが、その後も大竹では様々な化学品を開発し、有機合成を中心とした事業を展開していくのでした。ここで培われた精神が今にもつながり、ダイセルの礎になっているのです。おい、早くしろよ。こっちこっち。すまんすまん。いい笑顔でな。はい、行きますよ。
2019年9月、ダイセルは100周年を迎えました。今までの100年は、ぶつかったり、悩んだり、とても大変な時代でした。それでも考え抜き、前へと進むことができた。科学技術の研究、開発、製造、そして営業や販売。今もなお、その努力は続いています。先輩たちが何もなかったところから自ら考え、作り出し、相談し合って力強く生きたこと。どんなことでも明るく、そして楽しく、みんなを信じて協力し合ったこと。そのスピリッツは今も私たちダイセルに宿っています。どんな環境においても、私たちは未来への一歩を踏み出し、事業展開を続けていくのです。思いや形を大切にして、次の時代へとつないでいくために。あれ、ここはどうしたの急に。あれ、あ、ごめん。でも今日も頑張ろうね。これからも世界に誇れるものづくりを。ダイセル。